クラカタウ、クラカタウは、インドネシアのジャワ島とスマトラ島の中間、スンダ海峡にある火山島の総称であり、ランプン州に属する。全体がウジュンクロン国立公園の一部である。クラカタウとクラカトアの2種類の呼び名があるが、インドネシアでの名称は、クラカタウが一般的である。クラカトアの出所については1883年に、 噴火した時にイギリスのメディアが誤ってクラカトアとしたという説がある。クラカタウという名が残っている最古の記録は1658年に澄んだ海峡を通過したオランダ人によるものであるとされる。語源は諸説があり明らかになっていない。およそ6万年前までこの海域には古、クラカタウとも言うべき直径1 5トル弱の火山島があった。 その中央に標高1800メートル近い清掃火山があったが大噴火によって消滅し海中にカルデラ、三日月のような4つの小さな島を残した。その群島の東側に長さ5キロメートルほどの島パンジャブ、西側には長さ6キロメートルほどのセルトゥン、この両島の間に挟まれた形で北側北端に小さな岩の塊のようなポーリッシュ八島が 海面に顔を見せていた。また南側の島に標高800メートルほどのラカタ山、その北側、島の中央に小さな河口を持つダナン山、その北側、島の北端に先端が尖ったようなペルブワタンという名の山があった。イギリスの著名な航海探検家キャプテン・クックは1771年1月と6年後の1777年の二度本島を訪れている。 1883年以前の倉方は、ラカタ島、現、ラカタクチリ島の総称であった。セルトゥン島とラング島はこのカルデラの外輪山にあたる。またラカタ島は、カルデラの南東園から、中央付近にかけて成長した三つの火山、ダナン、からなっており、現在の倍以上の大きさがあった。最高峰は800メートルほどのラカタで、尖った山陽が後悔の目印となっていた。 ペルボエワタンとラング島の間にはと呼ばれる岩礁があった。クラカタウは1883年以前の2000年間に少なくとも1回は比較的大きな噴火を起こしたらしい。それがいつであったのかは確定されていないが、535年とする説が有力である。それ以外の年にも噴火したという記録は多数残っているが、いずれも信憑性に乏しい。 最も新しい記録は1680年である。人が住んでいたことはあったものの、1883年当時は無人島となっていた。535年の大規模な噴火は、インドネシアの文明に歴史的な断絶を引き起こした。5世紀から6世紀にかけてのジャワ島西部にはカラタンと呼ばれた高度の文明が栄えていたが、6世紀以後姿を消した。また、 世界各地に異常気象をもたらした。その痕跡は樹木の年輪や極地の火山灰の堆積のような物的なものから歴史文書に至るまで広範囲にわたっている。1999年イギリスで放映されたテレビドキュメンタリーにおいてこの巨大噴火による気候変動を発端として東ローマ帝国の衰退やネズミを媒介とするペストの蔓延、歴史に残らぬ 韓国時代の惨事の数々、イスラム教の誕生、ゲルマン人島によるヨーロッパ侵攻、中央アメリカのマヤ文明の崩壊、少なくとも4つの新しい地中海国家の誕生などが起こったと推論出るとされた。1883年の5月10日、ビビタル揺れ、空気の振動や風の響きがかろうじて感じる程度が始まった。5月15日、振動は、 前回よりも強く長く続き、広範囲で感じられた。5月20日、ラカタ島で水蒸気爆発を伴う噴火が始まり、同時に発生した地震は数年にわたって観測された。8月11日、同等の3つの火山が噴火した。そして8月26日日曜日の午後1時6分に地震の雷鳴が聞こえた。 次の8月27日月曜日バタビア時間午前10時2分、現地時間9時58分に大噴火が起こった。噴火で発生した火災流は海上 40km を超え、スマトラ島ランプン湾東部ので人間を殺傷したザバーニングアッシュズ・オブ・ケティンバン。また、噴火により発生した津波が周辺の島を洗い流し、航海中の船を激しく揺さぶった。 死者は36,417人に及び2004年にスマトラ島沖地震が起こるまではインド洋における最大の津波災害であった。地質学史上第5番目の爆発規模と考えられている。この噴火は海底ケーブルによって全世界に報道された史上初の大規模災害である。キロメートル離れた東京で1四5ヘクトパスカルの 気圧上昇が記録されている。津波は日本では鹿児島市の高月川にも押し寄せ1万 7000km 離れたフランスのビスケー湾の県庁下にも記録された。清掃圏にまで達した噴煙の影響で北半球全体の平均気温が摂取0.5度から摂取0.8度降下した。また、その後数年にわたって 異様な色の夕焼けが観測されており、イギリスの画家はこのような夕焼けを記録に残した。また2003年にはある天文学者がノルウェーの画家エドバルド・ムンクの代表作、叫びはこの夕焼けがヒントになっていると主張した。当日16時 2850km 西南西にあるインド洋上ココス諸島で荒廃を記録。火山灰の航海期は70万平方キロに及ぶ。 噴出量は25立方キロメートル、火山爆発指数は6.5であり、記録が残っている噴火では、歴史上5位にあたる。噴火後、三島の内ラカタ島は最南端のラカタ山を残して、北側の大半が吹き飛び、ポーリッシュハットもやはり消滅。逆に、セルトゥン島、ラング島は噴出物により、面積が拡大した。 さらに北東側の海にも噴出物が堆積して二つの新しい島、スティアーズ島とカーマイヤー島ができたが、間もなく侵食されて単なる浅瀬になった。1927年1月26日、ラカタ島北部、旧田南付近の海中で噴火が始まり、火山島アなくク,クラカタウ、クラカタウの息子が誕生した。しかし、一週間後には波が侵食し、 二月半ばには、島は見えなくなってしまっていたが、煙や蒸気、灰が立ち上り、上空に、もうもうと広がっていた。時折、高温の溶岩がギザギザした粒となって海中から飛び出していた。そして二ヶ月ほどして二か所から爆発が起こり、二十メートルほどの塩水型が一つい出来上がり、新しい島が現れた。しかしこの島も波の侵食で年月には、 あっけなく、海中に没した。爆発回数は桁外れで1928年2月3日正午から24時間で1万1791回を数えた。アナククラカ倉方は、現在も噴火活動を続けており、21世紀初頭には、海抜400メートル以上になっていたが、2018年の12月下旬に、大規模噴火で3体崩壊が発生し、 338メートルから110メートルに標高が下がった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。